ちぎり絵ってなんかあんまりそのやってる人っていないじゃないですか。だけどそのあんまりその開拓してないところがいっぱいあると思うんですよ。なんかさっきのお花の部分とかもなんか浮き彫りみたいに意識してこう立体感がある感じで 3D にこう。だけど普通 その絵の具とかだったらできないじゃないですか、そういうのって。でも折り紙だとそういうなんか浮き彫りみたいなことできる。あのこう書くじゃないですか、そういう水とか、あの黒い線の部分かなったんですか。6年ほど作品を見てきてるんですけれども、だいぶ作風も変わって、その写実からイマジネーション豊かにこう想像の世界で描くもの、とても幅が広がってきたような気がします。はい、そのまあ、モチーフ、描くモチーフにですね、技術もそうなんですけど、毎年毎年いろんな工夫をして、例えばあの紙を編むとか、あの、はい、そういう手法を使われます。まず土を耕して、だから土から描くんですね。で土を耕して花を植えると。でその自然の流れを追ってこう折り紙で表現していかれているので、まずは茶色を貼り、それでその耕すようにいろんな茶色のバリエーションを作り、そしてそこに花を、あの草木を植えていくっていう手法です。いつ、これスタートいつからですか。去年の4月。去年の4月っていうことは1年半やってるんですね。1年半もうすぐなりますね。1年半だけど、はい、まあ多分、まあ、その前に半年ぐらいいろいろ絵の構想とかを考えてから。半年ぐらい、はあ、だけなんか最初全然固有絵じゃなかったんですよ、うん、なんか最初は縦だったんですよ。横向きじゃなくて縦の絵、はい、で縦をやめて横向きにして、でもそれでもあのやっぱちょっと3ヶ月考えたやつをまた捨てて、でやっとこれにしたって感じですね。だけだけもうこれなんか仕方ないけど、まあ仕方ないですね。学生の頃はあんなに、ね、話すことができなかった。そしたらね、言葉がもうあんな感じで黙ってね、もう今話してくれるでしょ、うん、もうね、私たちがしたってもずっと下向いてコツコツコツだったんですよ。そしたらね、絵がねずっと見ててものすごくここアップしてくるんですよね。うわーって感じでね、そうするとね自分にこう力が出てきたのかな、もう話してくれるようになったんですよ。でこの絵はこういう気持ちで描いたんだとかね、そうっつってね、だからもう本当にね、そのあれだけじゃなくて、もう本当に見られたらね、もう素晴らしい、本当に素晴らしい。高校2年生からだそうで、16歳、そうです、16歳、はいはい、今年で8回目になるそう。8回目、8回っていうの、8国展示が毎年してるんですね。大体夏か秋かに、はい、彼の新作含め旧作をまた持ってきていただいて、あの彼がずっといつも考えて新しいことにチャレンジしようとするので、はいはい、去年一昨年ぐらいから抽象的なものも作るようになって、見たままの写実じゃなくて抽象的なものも挑戦するようになったのが3年ぐらい前からかな。とても刺激になりましたって手紙が今日出てきたんですよね。地震前とか5年ぐらい前の
手紙を。やっぱ捨てられないでまた取っときました。みどり君の感動したっていう手紙。その一色100枚入りのやつは結構色が落ちないけんが硬いんですよ。ああ、紙がしっかりしてるんですよ。そうそう、だけ小さくちぎるときはきついけど、こういう線とか作るときはちぎりやすい。ああ、なるほどなるほど。だけなんかダイソーの折り紙は、うん、まあ、なんかなんかこういうふうに細くちぎるときは、うん、なんか柔らかすぎて途中で切れるんですよ。なんかいろんなところを行きたいなと思って。なんか、なんかいろんなものを見るってことですか。見たりとか、うん、なんかやっぱ残さなきゃいけないものっていっぱいあるけど、うん、やっぱそういうのを絵にしていかない、行きたいなって。あ、写真ではなくて、やっぱ自分の足で見るってこと、うん、やっぱ見た方がやっぱ一番いいですよね。